アジャリスは、スペインガリシア州、オーレンセ県のムニシピオ。コマルカでアジャリスマセーダに属する。ガリシア統計局によると、2013年の人口は6056人。住民故障は、男女同系のアラリセンス、または、アラレクアーの、A。ガリシア語話者の自治体人口に占める割合は96.12%。アジャリスは、オーレンセ県の中部に位置し、 コマルカでアジャリスマセーダに属する。面積は8 6トルで87の集落が点在し16の教区に分かれている。自治体内の最高地点はペナマ山で海抜9 2 7ルで、また自治体内を東から西へとアルノイア川が流れている。アジャリスは北をタボアデーラと南をライリスでベーガとビラールでサントスと東をパデルネでアジャリス。 春景らで、アンビアとサンディアスと、西オアメルカとアボーラの各自治体と接している。自治体中心地区は、サンティアゴでアジャリス教区のアジャリス地区。気候は、内陸性の特徴を有する大西洋岸気候といえ、谷によって異なる。主要な交通は、マドリードとサンティアゴでコンポステーラを結ぶ、国道525号線と、ベナベンテと、 B 号を結ぶ高速道路52号線で自治体内を北西から南東へと横切っている。アジャリスはオーレンセ司法管轄区に属す。住民は16の教区の86の地区に居住する。現在の自治体市長は2011年の自治体選挙の結果、絶対多数を獲得したガリシア民族主義ブロックのフランシスコ・ガルシーやスア・スワレスが担っている。 主張によって統括される自治体政府委員会は現在、ガリシア民族主義ブロックの9人の評議員によって占められている。自治体評議員数は13で、ガリシア民族主義ブロック、9、ガリシア国民党、4となっている。町の起源は戦略的に重要な交通路が通るアルノヤ川のほとりにあったカストロに遡ることができるが、詳しいことは分かっていない。 スウェビ王国時代については、例えばアリアリエコによって、あるいは西元王国の国王ウィテザの宮廷によってだとかの多くの言い伝えが残されている。ただ、この時代について明確になっていることは、6世紀にアリアリエコという名の騎士が農業を行うためにこの地に定住し、ビラ・エイリナーサイと名付けたということである。11世紀にガリシア・レオン王政支配下になり、 その歴史的な役割が始まった。まず、11世紀にアフォンソ6世によって、城塞と城壁の建設が命じられた。1132年から1140年までの間は、ポルトガル王国と切り離されたガリシア南部における、ポルトガルとの統合を目指す、分離派の拡大に対しての戦争に費やされた。 アジャリスは16の教区に分けられる。太地は自治体中心地区のある教区。ありがとうございます。